こんにちは、あるいはこんばんは、岩戸委員長です。今日の今日ニュースになってて、そして今日の今日マシュマロが来たので、ちょっとこれも早いうちに動画にしないとあれだなってことで、いただいたマシュマロに答えております。質問を読みます。委員長、いつもお疲れ様です。山崎正義さんのライブが話題となっておりますが、今日はあまり歌いたくないなどと発信をし、オチや中身や脈々のないトークが続いて2時間半で8曲しか歌わなく、お客さんは困惑。トークを売りにしているアーティストさんもいる中で、2時間半で8曲はさすがに少ないとも思いますが、ある意味貴重な体験だったとも思います。アーティストとも関わりが多い委員長としてはどのような感想をお持ちでしょうか。30代男性からの質問ですね。これなんか このライブは一人バンドとかを入れずに一人でその演奏する系のライブだったらしくて、それでまあ当初からたくさん楽曲をやるというよりもっていうのは想定にあったっぽいんですけど、いやーこれあれっすね、なんかちょっと調べさせてもらったんですよ、ファンの人の感想というか。そしたらその、まあ、なかなか異常な空気だったらしくて、帰っちゃう人がいたりとか、今日はお客さんとは喋りたいみたいな。はい。いや、喋りたいんだったら、その、なんか喋るトークライブにすれば別に炎上しないと思うんですよ。トークライブ中にギターを弾いて、まあギターを弾くないね、なんなりで、まあ歌を歌ったとしても、それで炎上することはないと思うんだけど、一応ね、こう、確実にね、今日はもう10曲未満しかやりませんと。はい。なんか、お客さんとおしゃべりがしたいんだっていうようなことを前提としているならば、いいんですけど、演奏もなんかちょっと、うる覚えみたいな。はい。なんか譜面持ってきてとかスタッフに頼んだりとかって。だからなんか、瀬取りとかも何も決めてないのかなっていうような意見が出てましたけど。まあ、それでね、これで、例えばですけど、僕がこう担当する、まあ、ボーカリストで、ゲロ君っているんですけど、3曲目が終わったら、めっちゃ喋り出して、開始から30分以上経ったことがありましたね。はい。でも、ゲロ君って、まあ、やっぱりトークも切れるんで、会場沸くんですよね。だそれは、全然、いいと思うし、トークライブやってもいいんじゃないかと思うぐらい喋りも上手ですから。で、まあ、ゲロ君のライブで一番驚いたのはアンコールも歌い切った後にまたそこで座って喋り始め、そこで30分ぐらい喋るみたいな、会場の終わる時間こうギリギリで大丈夫みたいな、ちょっと俺それ初めて行った時かな、大丈夫みたいな、ちょっと裏側がざわつく感じがありましたけど、そういう人とか、さだまさしさんみたいに、こう、やっぱ、トークライブをやってもお客さん来るみたいな、はい、そういう人だったらあれですけど、なんか、オチもないし、終始取り留めのない話をしていたみたいな。だからなんかこう、いけない薬でもやってるんじゃないか疑惑がちょっと出てますけど、とか、まあ、泥酔してたんじゃないかとか、はい。まあ、それはね、ちょっと、なんつうの、ずっとこれだったら多分何にも言われないんですよ。なんかこう、2時間半の、だいたいね、まあ1時間半から2時間半ぐらいのこのライブのスケジュールの中で、こう、いつもライブをやると、まあ、MC が長いとか面白いとかって、はい。まあそれも込みでライブを見に来てるっていうので納得してる人が多ければ、誰も何も言わないと思うんだけど、ボーカルもやっぱその日その日でね、こう、調子の良し悪しっていうのがあったりするわけですよ。なんか、ちょ高音が出しづらいとか、低音が出しづらいとか、中音がかすれるとか、こういろいろあって、でもなんかそれをリハを見て、その、不調の音域の部分を、の時の動かし方を、こう、動かし方とか、まあ、異常を、まあ、取り除いて、まあ、全開状態にして、こう、送り出すんですけど、それでもやっぱりライブ中にやっぱ力んじゃって疲労が蓄積しちゃって一時的に声が出なくなったりとか出づらくなったりとかね、でそういう状態もあって仮にちょっと出にくくなっちゃった、もうこれ以上歌えないとか
まあ、そういう状態になっちゃったとしたらライブ中止って判断するアーティストもいると思うんですよね。だこれ何の予告もなくこれやってたら結構俺スタッフで入ってたら何考えてんだよお前って多分言っちゃうと思う多分でやっぱりライブっていうのは本当非日常だし、こう自分の応援してるこうアーティストの生歌をこう直接こう聴ける貴重な機会なわけですよ。でそれに対してすごいこう遠いところからこの日しか撮れなくてっつって来た人が歌を聴きに来てたとしたら、まあ、これが事前に予告なんかこういうことやっちゃうと、まあ、それも大炎上しかしないよねって。でなんかそのライブレポートをちょっと読まさせてもらったんだけど、会場まあざわざわする人ももちろんいたし帰っちゃう人もいたみたいだけど、まあ、長年のファンみたいな人たちももちろんいるわけじゃん。そうするとまあこういうもう終始無言だった人たちもいるわけです。その成り行きを見てたっていう。でそういう人たちは、まあ、正直心配しちゃってたみたいな感じですね。はい、そのそこに行ってた人のレポートを見るとね、ああなるほどねって、まあ、これは心配になっちゃうよね。俺、まあ、ほんとしょっちゅうマテンロペラとか行ってるけど、突然ソノ君がこんなんやりだしたら多分なんつうの、まあ本編とアンコールがあるあったりするじゃん。って本編終わったって言ったら何考えてんのって、これ大丈夫なんこれって多分言っちゃいますよ。でこれでえ帰っちゃった人いたけどみたいなって多分言うレベルっすね。何が正解か分かんないですけど、これでバチバチにトークが切れててもう会場がドカンドカンしちゃって、もうこれもうこのままちょっと喋りてえわみたいななっちゃうんだったら分かるんだけど、もう終始取り留めのないオチもない話っていうことだったので、はい、これはきついですね。やられたらファン辞めちゃうって人もいるだろうね。こういうのはなんかあったんだろうなって正直思いました。うん、そのおしゃべりがしたいんだったら本当ファンの人とそういう機会を設けてやるべきだったんじゃないかなって。なんかマイクを回したりうんぬんみたいなのもあったみたいだし、はい、ちっちゃいとこでそういうファンクラブイベントみたいな形でおしゃべりとかがメインでやるべきだなと思いましたね。感想としては本当印象に残るさいい曲をいくつも作っておられる方ですから、まあ、こんなことで潰れることはないと思いますけど、まあちょっと本当これは考えた方が周りの大人たちがちゃんと言ってあげた方がいいんじゃないかなとまあこういうのはファンクラブライブとかでやれと言った方がいいんじゃないかなと思いました。はい、ご理解していただけたでしょうか。ご視聴ありがとうございました。